こんにちは。365日カレー2018の、番外編としてお送りします。ご視聴の皆様にちょっとお知らせがしたくて、お送りします。今週7月25日、なんですけど、ラジオ番組で、大変ありがたいことに、私を取り上げていただきました。その番組とは北海道 STV ラジオの、幼児と明石の無口な2人という、番組なんですけど、平日の月から金お昼12時から放送されている番組の中で取り上げられました。私が住んでいる地域では北海道の、ラジオ番組を、聞くことはできませんでし、できないんですけど、今回この動画シリーズをご視聴の方から、ラジオで取り上げていますよというお知らせをいただきまして、コメントをいただきまして、で、ネットラジオというか、エリアフリーの、サイトがありましたので、そちらの方で、私は聞きました。お二人パーソナリティの、木村さんと明石さん、今回、明石さんの方が面白い YouTube を見つけたぞということで、ご紹介くださいまして、正直、驚いています。明石さん、そして木村さんともに北海道ではご活躍の、アナウンサーパーソナリティということで、まさか私が取り上げられるとはという、ことを感じました。感謝しています。今日はラジオ番組の、録音テープの二次使用というのはできないもんですから、どうぞということで皆様にお聞きいただくことはできないんですけど、その中で一部ではありますが、文字起こしをしまして、こんな内容の、私の紹介をいただいたということを、皆様に分かっていただければと、思っています。それでは簡単ではございますが、少し取りまとめましたのでご覧ください。どうぞ。
ということで大変、楽しくご紹介いただいたことに心から、お二人そして番組の関係者の皆様には、お礼を言いたいと思います。どうもありがとうございます。文字の中で、ご紹介できなかったんですけど、明石さんが見てくださって面白いと、腹を抱えて笑ったと言ってくださったのがきっと、2015年2017年に、公開しましたレトルトカレーの、18禁カレー激辛カレーの、動画なんだと思います。確かに、なんとか食べ終えた後に、このカレーは食べ物ではなくて、毒だと、言った記憶があります。こうして、この動画シリーズそしてカレーのおっさんを取り上げていただくことはとても、ありがたいことでございまして、今月初旬に週刊プレイボーイの方でレトルトカレーのランキング審査をさせていただいたんですけど、それ以降、いろいろと、お声掛けくださる方が出てきました。私とすれば、カレーに関して何か、お仕事なり、そういったご要請をいただけるのであれば、可能な限り、参加したいと思っています。改めて今回取り上げていただきました STV ラジオのパーソナリティのお二人そして番組関係者の方、お礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。そしてご覧の皆様、今年は、365日カレー2018というシリーズでレトルトカレーにこだわらずに、カレーに関する食べ物を食べ続けていますので、そちらの方も、ご視聴いただければとてもありがたいと思います。それでは。Thank you.